今日も暑いっすね。暑いっすね。暑いなぁ。なんだこの暑さは。やべえぞ。というわけで、もう久しぶりに YouTube を、何事かと言いますと、こちらのダン・シャーリーがですね、卒業ということで、はい、今8月31日なんですけど、8月いっぱいをもって、はい、次のステップへ旅立つということで、ダンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやで、まさにね、今日もあのめっちゃ日当たり、あそこに今小屋が、今立っているんですけど、まだ建築中。あの小屋をね、今3人で作ってたという作業をね、ちょっと中断して今撮ってるんですけど、あまり働いてもね、今日はね、もうもう何よりも今日はダンさんは今日夜行バスでね、今日の夜に帰るのにまだこうこの時間、もうお昼回ってますけど、まだ働いているという。いやー、ダンさんもう4月1日から、はい、ね、もう来て、はい、5ヶ月ね。はい、丸5ヶ月。おー、早いような、ゆっくり過ぎたような、ちょっとよくわかんないですけど、ま、ね、いかがでした？いやー、もう濃厚の一言ですかね。まさに。何一番なんか、ダンさん的に印象残ってますか、この5ヶ月。一番。おー、あ、それこそ当初、うん、まさに大工作業じゃないですけど、はい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 、こう小屋を一通り一軒建ててみたいとか、畑作業に関してはこう、はいはい、種まきから収穫まで経験してみたいのがあったんですけど、はい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 、その自分が求めてたこととは全く違うというか、予想外の、はいはい、まあ、例えばまさにこの梅の木、うん、あ、梅ね、はい、今梅の木の下で撮影してますよ。はいはい、もう梅の、そうですね、収穫からいろんなこう加工というか、うん、はいはい、だとかはすごい自分的には印象的というか、梅すごいハマってましたね。はい、なんかね、そうですね、その自然栽培というか、はいはい、こう基本的にそんなにこう管理をしなくてもまず育つっていうのもびっくりですし、はいはい、まあ、プラスそうですね、梅干し作ってみたり、梅酢作ったり、こう梅シロップ作ったりとかいろいろさせていただいたんですけども、まあ万能選手だなと、うん、ね、はい、体にもいいしね。そうですね、当初は自分梅を育てようなんていう気は1ミリもなかったんですけど、ああ、はいはい、もう今すっかりこう自給自足を自分で始めたら、まず梅植えようかなというぐらい。はい、感動しますね。相当じゃあ梅ハマりましたね。ハマりましたね。よかったよかった、はい、梅のアレルギーなんだよね、シモンはね。なんかね、こっち来て判明してました ね、それこそ。それまで食べたことなかったっていうね、え、その梅の素晴らしさに気づいた人と梅のアレルギーに気づいた人と。深いですね。ペンちゃんもそうでもない、なんともない、ね、梅を。ペンちゃんはね、ペンちゃんは割ともう天然の子で、本当ね、一番多分我が家村人の中ではもうダントツに早く我が家に来て、来るなり御用聞き仕事して、はいはい、ね、なんかテントを張る場所のね、あの縁側を施工して、はいはいはい、で縁側でしばらく寝泊まりしたんで、ね、そうですね、小屋が建ったらそっちに移動して、はいはい、で生活もしながら雨水タンク、はいはい、ろ過装置付きのね、うん、雨水タンクもこしらえて。いやー、すごいですねこれね、貢献度がすごいですね、うん、もう自由にやらせていただきます。ダンさんと過ごしての何かこれはいい思い出だぜっていうのありますか、なんかシモン、どうですか。いや、それはもうありますよ。何あんの。いやいや、もうなんか本当に毎晩ね、毎晩本当にダンさんと一緒にまず歩くことの素晴らしさっていうのを、うん、あ、教えてもらったんで、あ、はいはい、もうそこから入り、ま、毎晩行ったのはもう本当にやっぱその中でもね、やっぱ歩きながらいろんなお話をして、ね、やっぱり、うん、そういうお話の中でもいろいろ気づかせてくれたんで、うんうんうん、だ本当に歩いてるだけで学びになりました、ね、一緒に歩くの大好きだもんね、なんかはね、もうずっと歩いて旅をしてた人で、で我が家のね、あの村人衆もそんな休みないんですけどね、この暑い日くなってきてからはね、ちょっと休もうかっつって、はい、休日もあったりなんかしたんですけど、もう休日となればもう歩きに行くっていう、もう休日にそんな疲れて大丈夫かなっていうね、なんとなくうちら素人目線からだと思うんですけど、もうそれがね、リフレッシュっていうね、で、ね、翌日もバリバリ仕事するし、体どうなってんだろうってね、感じですけど、
なんか衝撃的だったのが、うん、やっぱり休みになる理由って大雨だからとか、うん、あ、はいはい、暑い日だからとか、はいはいはい、暑いから作業やめましょう、うんうんうん、なのに歩きに行くっていう、うんうん、めちゃめちゃ大雨の時2人で歩きに行きましたよね。そうですね、はい、でもそこまでね歩くっていうほどに病的にこうはまんなかったけどね、ペンちゃんはね、はい、歩くことじゃん。でもなんかね、登山には目覚めてね、はい、なんか影響を受けてちょっと、うん、挑戦始めました、ね、おお、すごいね。魅力は何ですかね、うん、こう、なんだろうね、歩いてるあのリズムも好きだったりはするんですけど、こう一定のこうテンポでずっと歩き続けるっていう、それだけでも結構楽しいんですけども、はいはいはい、まだ単純本当にあの歩き出してから、もともと割と健康といえば健康だったんですけど、はいはいはい、まあ、歩き出してからさらに健康になったかなっていうのはありますし、そうですね、体力もものすごいついたのはだよね、ありますね。体力みんなあるよね。ペンちゃんも最初はどうしようもないくらいなんかヘッドヘッドだったけど、なんかね、すげえ頑張るようになって、実感しない、そのなんか、はい、俺動けるようになったなみたいな、ね、体力ついたな。田村家のお家からこの果樹園に来るまででもちょっと最初の頃はバテてたんですけど、ダンさんからその歩き方とかもちょっと少し教えていただいて、それ意識したらだんだんこう、おー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 、バテなくなってきました。ダンさん継承してるね、はい、でもダンさんからはダーンタフっていうね、もう偶然にしてはすね、できすぎてるダーンタフっていうの、なんだろう、破れない靴下、そうですね、ね、穴開かない靴下を紹介してもらって、この間プレゼントもしてもらって、ちょっとまだ履いてないんですけど、もったいなくて、ダンさんにやってなかったらダーンタフ知らなかったの。永年保証っていうね、穴開いたら交換してくれるんですよ。ダーンタフを履いてもらって、どこへ向かって行くんですか。まあそれこそまたちょっと一旦海外放浪しようかなとは思ってたんですけども、はいはい、まあ、ちょっと候補としてはニュージーランドか、もしくはチリかみたいな感じは考えていて、でその歩き旅と同時にそれこそあの、まあ、世界の自給自足だったりパーマカルチャーみたいなのも体験してみたいなっていうのは考えてます。でもニュージーランド、チリっていうのはなんでそこがいいんですかね。なんかまあ、単純にあのこれから日本がこう冬に向かうにあたって、うん、そうですね、南半球が逆に夏に向かっていくので、まあ暖かい気候でこう歩くっていうのに適してるなっていう、はいはい、ああ、ちょうどいいのかな。割とダンさんね、寒さも苦手だけど、割と案外暑さにも弱かったから、あれ大丈夫なのかな。まあ、11月ぐらいがなんかいわゆる春みたいな感じみたいな、そっかそっかそっか、フットワークも軽いしいいなぁ。あのペンちゃんもシモンもそうだけど、やっぱり独り身のうちが一番ね動けるよね。そうですね、もう結婚して子供、まだそれぐらいならいいけどね、こうやって管理する畑とかってね、土地を持っちゃうともう根っこ張って生きていかなきゃなんない感じになるから、はいはいはい、そっからねボーンと抜け出すってと結構な労力かかるもんね、うん、はい、シモン日当たってるの大丈夫？大丈夫？あ、全然太陽なんかシモンのとこだけ暑いよ。今日35度6度7度ですか、ね、7度予報、あ、予報は、予報はね、はい、だからもう空気の温度はもうその温度だよ、ね、はいはい、体温の温度で、はいはい、日向とかであって作業してたら、うん、もうやばいよ、熱中症になるから、はい、井戸水かぶりながら本当にね、おー、雨はしのげちゃうね、もう余裕でね。シモンはね、もう設計もして、で、みんなで加工して、撮っちゃったね。確かに。もうほんとこの1週間ぐらい、シモンはダンさんがいるうちに、って。もうとにかく頑張り始めて、急に。でもね、そういう追い込み大事ですね。うん、そういうのでね、一気にやれるし、なんだ、瞬発力もついていくもんなんで。うまいし、早いんで。ああ、そうだよね、そうそう、ダンサーいるうちに進めときたいなと、うん、この日々も思い出にもなるだよね。ただ友達とかとダラダラ2時間3時間いい映画見て過ごしてもさ、あんま思い出に残んないんだよな、うん、確かに。かえってこういうわざわざ面倒くさいことをやった方が、うん、確かになんか染み込むよね、はいはいはい、記憶にもね。いやー、ダンサーは卒業だ。ちょっと寂しくなりましたよね。もちろん。うん。おお。で、シモンもでもだんだんにあれでしょ。あ、僕、うん、あ、そうですね。この小屋が卒業制作で。おお、そういう感じ。イメージになってるんで。おお。ね、卒
業制作が小屋っていうのがすごい強いですね、確かに、ね、おかげでね、こうそれまで小屋がなかったうちの果樹園にね、こうやって小屋ができて、ね、いろんなものも入れれるし、雨風しのげてね、あの小屋の中にトイレも内蔵され、うん、おお、ペンちゃん、なんか旅立つダンサーに何かないですか、言葉は。おお、ペンちゃんの。ペンちゃんでもね、本当言葉の紡ぎ方はなんかすごいね、丁寧にね、こう紡いでいくからね。で、行動がすごいチンガハムだけど、なんか、ね、そんなペンちゃんがダンさんにどんな言葉をかけるの、はい、こういうのは急にの方がいいんだよ、出ないでほら、ね、はい、準備したり、ほらペンちゃんほら真面目だから、ほら一回こう、いつ書いて、ちょっとそれじゃあ、一言、あの旅立つダンさんへとかつってこうやって紙広げて読みそうだから、卒業とかってタイトルとか言って読み始めそうだから、だからお願いします。なんか4月に最初にこう受けた印象がすごい、なんか底なしの体力だなっていうか、何に対して、なんだろう、あ、これなんか仕事自分から見つけて、なんだろう、一日休みなくずっと働いてるイメージで、あ、なんかすごい底なしの体力だなっていうイメージだったんですけど、意外とこう寒さに弱いとか暑さに弱いとか、そういうちょっと人間らしいところもあって、すごいなんか親近感も湧いて、なんかこの 数ヶ月っていう短い間だったんですけど、いなくなるの寂しいなっていう気持ちなんですけど、でもそのこれまでなんかその自給自足に対してこういろいろこう自分でも情報収集とかしながら学びながらこうやってこられたダンさんなら、こうどこに行っても生活して いけるなって思うので、どこに行っても、はい、ありがとうございます。おペンちゃん素晴らしい。ペンちゃんってそうだよね、暑さ寒さにそんな 弱くなかったよ、ね、強いイメージあんまり、そうだよね、その辺で泣き言はあんま言ってないもんね、はい、ダンさんは大体そのね、大体その気温差で結構その泣き言は言ってたもんね。本当に、ちょっと上着てきていいですかみたいな、ちょっと休んでいいですかみたいな。今度ダンさんにもできるようになったって。そうですね。やばいやばい。だんだんやばくなってきた。まあそんなところでね、本当に今日のね、夜に旅立つということで、はい、本当にお元気で、はい、ダンさん。もうなんかまた来年ね、梅になったら多分取り切れないと思うから、また梅だけ収穫しに来てもいいです。なるほど。そういうのもありだと思うんで、はいはい、あの梅の木植えてもすぐはねならないんで、なんかね、それまでなんか梅の時期になるとダンサーが来るみたいな、なんかそういうのもいいのかな、はい、あ、梅の花が咲いたな、そろそろ彼がやってくるみたいな、なんかそういう頼りもいいのかな、はいはい、面白いです。いや、ありがとうございました。もういや、こちらこそ。じゃあダンさん、はい、じゃあお元気で、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、気をつけて、最高の日でした。会いましょう、またまた会いましょう、また大地ほらバイバイ、大地ダンさんバイバイ、大地も3断捨離。悲しいよ。ん？ちょっと悲しい。ちょっと悲しい。そうだね。